クールチョイス賢い選択。自分は車を運転するんですけど、空調の設定とか車間距離とかエコドライブで温暖化対策をしていますね。暑すぎたりしたら熱中症になったりとか、まあ、本当に温度1度2度でもう全然変わってきたりとか、これから生まれてくる子どもたちが大変なことになるので、のびのびとスポーツが今まで通りできるように環境をしっかり整えることがまず第一だと思う。私もレスリングを通して今しかできないこと、今できることをとにかく全力でっていうことを心がけてずっとやってきたので、それが一人だけじゃなくてみんなの力が集まったらすごい大きくなると思うので、皆さん協力をしていただければ、これからの未来の子どもたちにつながるかなっていうふうに思います。未来の子どもたちがスポーツを楽しみ、スポーツに感動できる環境を私たちの行動で守りましょう。